検索が急上昇した世の中注目の言葉、今日も20個ピックアップしております。今日はこちらです。やはり昨日大変ショッキングな事件が起きまして、言葉としても急上昇しております。昨日岩手県で行われました AKB48 の握手会でメンバー2人とスタッフ1人が刃物を持った男に襲われ怪我をした事件ですけれども、バイキング水曜レギュラーでもある川栄李奈さん、そして入山杏奈さんが頭や手に切り傷を負ったほか、2人とも指の骨を折る怪我をしております。坂上さん、AKB のメンバー常に一生懸命取り組んでいるこの握手会なんですが、本当に許せない悲しい事件が起きてしまいました。AKB さんの握手会っていうのはね、もうね、僕でも知ってる、行事っていうかね、ファンの方との、接点っていうのかな。でも今までね、何事もなかったのに、やっぱこういうことが起きちゃうと、やっぱファンの人たちもね、AKB の人たちも本当にしんどい気持ちになっちゃうから、だからといってでも、なんていうのかな、警備の方ね、もうちょっと気をつけてもらって、それで続けてほしいっていう気持ちですけどね。あと2人がちょっと心配ね。そうだね、もうだって、川栄ちゃんだって水曜日、すごい頑張ってたから。これがね、心配ですね、本当。持ち物検査とかこれからやっていかなきゃいけないんだけど、何千人っていうファンの方は、もう毎回こう持ち物検査するっていうのは大変なんだろうけど。でも頑張り屋さんたちの集まりだから、本当にね。元気に戻ってきてくれることを願いたいと思います。そうですね、川栄さん、バイキングの水曜レギュラーでもあります川栄さん、入山さんの一日も早い回復をお祈りしたいと思います。さあ、では続いての注目ワードに参りましょう。続いてはこちらです。はい、耳ヨガということなんですけれども、聞いたことあります？耳ヨガ。何これ。実はこれはですね、息を吐きながら耳を引っ張ったり押したりして耳のツボを刺激するヨガの一つで、これをすると代謝が良くなって発汗作用があるとテレビ番組のダイエット特集で放送され急上昇。これ効果としては他にもですね、疲労回復ですとか目の疲れ、さらに血流が良くなってお肌にもいいということなんですが、これ実際やってみないとよくわからんということで急上昇を受けまして、今日急遽お願いして耳ヨガの先生にお越しいただいております。先生どうぞお入りください。ご登場いただきました鈴木久美子先生です。ありがとうございます。耳ヨガなんてあるんですか？あるんです。耳が効くっていうか、疲労回復とかに耳をほぐすことで、心とか体が一気に楽になるので、僕ね、結構ね、心がしんどいタイプなんだよね。では心がしんどい坂上さん、どうぞ椅子にお座りください。俺がやんの？はい、しんどいんだ、ゴールしんどい。そのために行きます。先生に癒されてもらって先生結構福耳ですよね。そうです。ね、本当だ。本当ですか？引っ張りすぎて育ったとかそうじゃないね。だんだん大きくなって。だんだん。そんなことない。耳ヨガチョップ。何今つまんない状態。そう。じゃあちょっとお願いします。気持ちいいもんなのかな。痛気持ちいいんですけど、痛いの苦手じゃん。すごく痛い。痛いっていう人と気持ちいいっていう人と何も感じない人がいるので、まずそれ全部じゃない耳チェックさせてもらいます。はい、どうぞ。痛いってのは体聞いてること。痛かったら言ってくださいね。いや痛いよ。もっといきます。強い力で。いや痛いよ。今も痛いよ。痛くないです先生。痛くないです先生。やめちゃダメ。今硬いとこ行っちゃう。痛い。息を吸って吐いてください。鼻からシューって吐いてください。痛いです。先生もっとやってくれた。ダメな感情ですね。本当に立ってはいけません。押さえておきます。息を吸ってください。吐きます。我慢いきますね。ねじりな。ねえ、ちゅうかよくわかんない。何がヨガなの？さん、これぐらいの痛みだったから痛くない。ちょっと、今わざと言われる。
それぐらい痛かったんだもん、はい、本当に、まあ、本当にちゃんと教わってやっていただきたいと思うんですけれども、疲労回復目の疲れ、そして美肌効果もあるという耳ヨガからお伝えをいたしました。さあでは続いての注目ワード見てみましょう。こちらです。接待要員ということなんですが、覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕された飛鳥容疑者と知人の土地内霞容疑者ですが、2人が出会ったとされるのは所属事務所に無許可で芸能人を集めたパーティーであったと報道されて急上昇なんですね。政財界の VIP なども数多く参加していたとされるこのパーティーで、土地内容疑者はいわゆる接待要員として参加していたのではないかなどといろいろ憶測を呼んでるんですが、坂上さん、芸能人の方が呼ばれるこうしたパーティーというのはこれ結構あるもんなんですか？いや僕はね、別にカッコつけるわけじゃなくてね、大嫌いなんですよこういうのが。僕はどっちかというと自力なん、自力派。うん、何その何それ。いやそんなんだって、さあ可愛い子がいたら自力で行かなきゃダメじゃん。接待要員ってのは当てがわれるってことでしょ。そうです、ね、あれはダメだよ、ね、ただ俺も聞いた話ではそういう世界があるっていうのは聞いたことがあって、ただね、身近なところではね、俺ね、まこちゃんがねそう違う違う違う、まこちゃん、まこちゃんがサイパンでね、結婚式を挙げたのよ。日本でも挙げたんだけど、サイパンでも挙げたんだけど、それ時僕わざわざ行ったんですよサイパンまで。そうそしたらね、なんかその晩に召し会があるって言って、で僕とか他にもいたんですよ男子が。そしたらね、そのサイパンのちょっとお偉いさんみたいな人が何をね勘違いしたかね、観光客で来てた日本人の女の子をね3人呼んだのよ、うん、なんでかって言ったら僕たちが男1人だからかわいそうなのかなって言って、それで俺はもうカチンときたわけ。いやそんなことされる覚えないし、で何が一番カチンってきたかって言ったらね、それがブスだったの。本当に最低なの。てか俺の結婚式だったから。ほいで俺が何を言ったかって言ったら、まあよく喋るブスなんだよ。そう、俺でもう頭にきちゃって申し訳ないけどお願いだから空気が汚れるから出てってくれるから。そうだ。おそらくみんなシーンってしてたのにゲラゲラ笑ったのこの人の金さんだけだよ。嫁は大笑い。嫁は大笑い。ね、次からさ、ブスの話するとIKKOさんしか立ち上がらない。変わったブスって。他の3人みんな座ってる。いい話だったじゃない。では続いての注目ワードに参りたいと思います。続いての注目ワードはこちらです。レンタル彼女。はい、これ聞いたことある、はい、お金を払って好きなタイプの女性とごくごく普通のデートができるサービス。まあ、タイプの女性を選んで食事をしたりカラオケをしたり自由なデートができるシステム、実は以前このコーナーでもご紹介したんですが、他の番組などでもですね詳しく紹介されてまたまた急上昇なんですね。でそこで今回はですね、レンタル彼女のお店で指名ナンバーワンの女性に急遽スタジオに来ていただきました。どうぞお入りください。水代咲さんです。お願いします。こんにちは。はい、レンタルさんですか。はい、レンタル彼女の水代咲です。お願いします。ってことはいろいろな方とデートをしてらっしゃる。そうですね、はい。ちなみに どんなデートをするんですか。どんなデート、うん、そうですね、恋愛にすごいピュアな方が多いので、本当10代に戻った時にするようなデートというか、水族館だったり遊園地だったり、お台場も多いですね。すごく ブラッドリック系というか、はい、そうですね。あ、そういう感じ、はい、手とか繋いでくれたりするんですか。あ、もちろんもちろん、はい。手繋いでくれる。じゃあリードしてあげるの。そうですね、恋愛に慣れてない奥手な方が多いので。ちょっと待って、はい、ってことは恋愛に慣れてんの。デートに慣れてる。あ、デートにね。あ、そんなことがあるんだ。手 OK、はい、肩。いや、私は一般人代表して言ってるだけで。そうだよね、別に私の意見だよね。どこまでがダメかってるか分かんない。肩はダメなの。肩は例えば
プリクラを一緒に撮る時とかに組んだりとかは。あ、それはプリクラに限り肩は OK なんだ。うん、そうなんですね。オプション。ね、どこと勘違いしてんだよ。だけどレンタル彼女だから何時間かって決まったら、あのその間何やってもいいんでしょ。デートとしてだったら。そうですね。何でもいいんじゃない、こうやってやったら。でもさ、なんかその気になっちゃう人とかいないの。うん、あんまり過度なスキンシップはちょっと NG なんですけど。あ、その時 NG って出すの。手をつなぐ、腕を組むくらいまでですかね。あ、どうした、何だったの。手つないだったらこっちの手も添えられたから。これやられちゃう、これやられちゃう。ちょっとした腰の店員にやられたってやられちゃう。腰にやられたってやられちゃう。俺今手つないで思ったわ、俺最近手つないでないなって。だったらさ、だったらちょっとさ、せっかくだからデートしてもらわない？ああ、え、どんな待ち合わせかじゃないですか？全員本当に、はい、たい。あのうちのスタッフの中で、うんうん、あのデートから本当に縁遠い男がいるんですよ。誰誰誰出た、誰出た。え、違う、急にやめよう。絶対縁遠い、絶対縁遠いわ。あのバイキングのマスコットです。名前は、井出野浩平です。いくつ、23でございます。彼女いない歴は、彼女いない歴は、いや、いないって決めつけない。彼女いない歴は年のままです。23で、23で、じゃあデートしたい、ぜひともさせていただきたいと思います。本当に。え、だったらさ、だったらもういいよ、仕事放棄していいから、あのデートしてきちゃいなよ、お台場。マジでマジで、いいいい、あのデートだからな、お前絶対自分が彼氏と思わなきゃダメなんだよ。頑張ります。え、名前なんて言うんだっけ。さっきです。さっきって呼んで、さっきちゃんって呼んで、さっき、さっきちゃん。ありがとう。下の名前は何だっけ。浩平です。じゃあ、こうちゃんって呼んでいいですか。はい、嬉しそう、めちゃ嬉しそう。めちゃ嬉しそう。嘘だろ。うわ、すげえ。うわー、じゃあちょっと行ってこいよ、行ってこいよデート。あ、なんかちょっと羨ましいな。どうでもいいけど、これだけはやめといたら。これはこれちょっと外してさ、インカムとか俺持っとくから。俺持っとくよ。はい、いや、インカムは外すなよ。行ってこい、行ってこい。もう、ちなみに、なんか料金とかってどうですか。あの、先に払って、先払い。いくらなの。2時間からなんですね。2時間で12,000円。あと交通費が3,000円。いい、俺が後で持ってくるから。もう俺が払います、俺が払います。はい、で2時間ちょっとデートしてきて。はい、行ってらっしゃい。デートだよ。この番組なんだこれ。いいのこれ。何でもあるか。いいの。一人フロアいなくなったけど大丈夫大丈夫。いや、でもむっちゃくちゃデート大事だから。大事だけど。23年間彼女いないんだよ。ないんだけど。だけど思ったよりちょっとイメージが違いました。違いました。俺もね、随分なんかもうちょっとこなれた方が来るのかなと思ったら、清楚な感じ。そう、彼女自身がね、ピュアな感じの方でしたよね。なんかそれでちょっと安心したけど。いいね。いや、もうでもあいつにバックバクだと思うよ。いや、そうでしょうね。じゃあ楽しみにしておきましょう。